次がですね、生理を含む日常の悩みどのように向き合ってきたのかっていう感じで、やっと生理っていう漫画ができました。お待たせしました。ここから生理の話に入っていきたいなというふうに思います。はい、はい、では早速テーマにあった女子サッカー選手を考える生理の話スタートしていきたいと思います。はい、はい、で早速なんですけれども、こんなエピソードを話してみようと思って、エースを止めるかナプキンを止めるかっていうのを持ってきてみました。はい、ちょっと2個前のページに戻してほしいんですけど、まず1つ目ですね、生理を含む日常の悩みにどのように向き合ってきましたかっていう質問は、本当にこの吸収型ボクサーパンツっていう生理に関するこうプロダクトを作ってるとたくさん聞かれることなんですけど、本当にね、こう簡単に言うとアスリート×生理っていろんな悩みがたくさんあるんですよ。それは身体的な問題もそうですし、あとは生理用品に関する悩みとか、本当にその相性が悪いというか、どんどん改善していかなきゃいけないことがたくさんあるなというふうに思っていて、ちょっとまずはそのどうやって悩みに向き合ってきましたかの質問に答える形で、私自身が実際にこう印象に残ってるというか、体感的にあれすごく嫌だったなっていうふうに記憶に残っているエピソードを一つご紹介させていただきたいなと思ってます。それがこのエースを止めるかナプキンを止めるかっていうエピソードになるんですけど、これは慶応義塾大学の3年生の頃、じゃあ4年生か、4年生の頃の写真なんですけど、大学リーグっていうのがあるんですよね。関東大学女子サッカーリーグというリーグがありまして、4月から約11月かなあり続くリーグなので、それこそ夏場の試合も多かったんですね、当時は。で、このエピソードの話の日もめちゃくちゃ夏の暑い日、しかも前日に確か雨が降っていて、ぬかるんでたんですよ、地面が。で、私はセンターバックがポジションなのディフェンスの選手なんですけど、それこそ試合中にこうスライディングをしてびちょびちょのグラウンドでね、なんかもうすごいびちょびちょになってたりとか、あともう8月のめちゃくちゃ暑い日だったんです。すごい大量に汗をかいていたわけです。で、その日生理だったんですね。で、ナプキンをつけていました。で、ぬかるんだ地面スライディングします。夏場めちゃくちゃ暑い日汗かきます。何が起きるかっていうと、生理用品がぐちゃぐちゃになるわけですよ、パンツの中で。生理用品って粘着テープみたいなものでパンツに貼り付けるような仕組みになっているので、いわゆる濡れてその粘着力がなくなると剥がれてしまったり、でこうやって平らに置いてあるはずのものがこうそれこそいろんな動きによってぐちゃ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 ってなるわけですね。で、その日もう本当に劣悪な環境だったので、もう私の生理用品もほぼ粘着力がない状態だったんですけど、相手のエースストライカーの選手がいまして、その選手がこうペナルティエリアに侵入してきて、シュートをゴール決めるぞって感じでシュートを打とうとしたタイミングがあったんです。で、私はディフェンスなのでそれを止めなければいけない、こうやって足を伸ばす瞬間があったんですね、シュートを止めようと。で、その時に何が起きたかっていうと、そのぐちゃぐちゃに丸めていたはずのナプキンがなんとかこう保ってたんですけど、この足を広げた動作のせいでここまで落ちてきちゃったんですよ。で、もうこの表題の通りなんですが、頭の中何が起きるかっていうと、この目の前のエースのシュートを止めるか、ここにあるナプキンを止めるか、どっちかなわけです。究極の選択、わかります？なんかすごい大事な、もう私の大学4年間の集大成みたいなリーグで、相手のシュートを止めるだけじゃなくてナプキン止めることも考えなきゃいけないわけですね。で、結局は何が起きたかって言えば、こうやって左手でパーンとナプキンを押さえて、左足でこうシュートを止めてパンパンとなって、それをキーパーがキャッチして、まあ、なんとかそのシーンはね無事に終わったんですけど、まあ、その左手で止めたナプキンはもうその場でこうやって出して、キーパーの子にはかわいそうだったんですけど、キーパーの子にこうやって投げ捨ててそのまま試合をしたというエピソードなんですが、まあ、今でこそね、こうやって笑い話みたいに話せますけど、あの試合やってる自分からしたらめちゃくちゃムカつくわけです。いや、もうこんなに大事な試合でなんでこいつのことを考えなきゃいけないんだと。しかもそれでさえ試合中もずっと不快だったわけだし、まあ、言うのは集中ができないわけですよね、試合にいつ落ちるか分かんないとか。で、まあ、最初にアスリートと生理用品の相性って本当に最悪なんですよってお話をしたと思うんですけど、やっぱりこう生理用品っていうものに関しては、私はすごくなんでこんなものをつけなきゃいけないんだろうっていう気持ちだったりとか、それこそパフォーマンスに影響があるなっていうふうに思っていたりもしたし、まあ、事実それを私だけじゃなくて、女子サッカー選手、他の女子サッカー選手だったりとか、他の競技のアスリートも同じことを感じていましたねということが、オフトの調査でも、ね、明らかになったりもしましたねというところが、その
ですよね。本当にこれ下山田のこの話ってなんか下山田だけが特例なわけじゃなくて、全然他でも私も身近なところで見たことが全然ナプキン落ちてるみたいなグラウンドにあるので、本当に全然特別な話じゃないですよね。そうだね。やっぱ冷房とかあります？ナプキン、そうなんだろう、確かに体育館に落ちてるみたいな見た事例はない。落ちるまでは行ってない。でもちょっとぐしゃぐしゃとかぐらいな、なんか分かるかもみたいな。相当汗かきますもんね、室内でやる競技だし。そうですよね、うん、確かに。バレーボールあれですか、スパッツとかも結構みっちりしたやつ履く感じですか？ああ、やっぱりそうなんだ。じゃあそれもあるからね、しっかり決められてギリギリ止まるのかもしれない確かに、競技ごとに。見たことありますか？そうなんだ。あるんだ、やっぱり特別な話じゃないよね。なかったね、うん、そうですね、そうっていうぐらい本当によくある話なんですっていうところでした。はい、なので、あ、そうだ、あとこれがさっき今下山の話でもあったんですけど、私たちはこの吸収型ボクサーパンツを作るときに、アスリートって生理用品使うときにどんなことで悩んでるんだろう、どんな困難抱えてるんだろうっていうのがハテナが浮かんだので、じゃあみんなに聞いてみようってことで、554人にアンケート調査をしてみました。で、これサッカーだけじゃなくて本当にいろんな競技のアスリートに答えてもらったものなんですけど、その結果このね5つの悩みがポーンと出てきてきました。数字としては大きく出てきました。なのでこれちょっと皆さんにせっかくなので一緒に考えてほしいなっていうふうに思ってます。 81% がめちゃ悩んでることとかって何なんだろうみたいなところを見ていきたいなと思うんですが、ちょっとどんな答えが、ね、入るか分かりづらいところもあるので1個だけ開けてみましょうか。開ける？え、開けない？もう開けないでいっちゃう？前回参加していただいたお二人です。あ、確かに。まあ、絶対に答えないでくださいね。絶対に。覚えてるかな。復習的に指してもいいかもしれないですけど。まあ、1個だけ出しておきます。1個だけね。じゃあ1個だけ。はい。72% のところですね、これ。ズレるでした。これでアスリートめっちゃ生理用品悩んでるんだよねって言ってるってことですね。72% が生理用品がズレることに困っていますよと答えてたんですが、じゃあ 81% と 59% と 29%、7% は何なんでしょうかという質問をもしよかったら皆さんに聞いてみたいなと思うんですけど、分かる方、分かる方刺してもいいんですかね、これは。せっかくだから刺したいな、うん、全然分からないんですけど、それ用品じゃ対応しきれない、漏れるというか漏れる。なるほど。お、ちなみに漏れる何パーセントだと思います？59か29ぐらいです。おー、59か29。あの、正解でございます。 59% アスリートが漏れるで悩んでみました。つまり経血がその生理用品、吸収される量以上のものが出てしまってパンツに染み出してしまうとか、そういう意味で、漏れるが 59% です。あの、一発で当てられたことがなかったので悔しいですねありがとうございます。よし、残りの3つ当ててみましょうか。 81% 蒸れる。蒸れる、おお、すごい正解でございます。すごいですね。すごいですね。そうです、今日の参加者すごいです。勉強してきてくれたんですかね、もしかして。漏らしてないですか？すごいですね。実際に何かこう周りでナプキンって蒸れるんだよねみたいなお話ってあったりしたんですか？妻がそのような話をしていたことは、あのスポーツはやってないんですけど、はい、日常生活で洗濯経験があるっていう話は聞いたことがあります。なるほど。実際にじゃあ生理用品で悩まれている方が一番身近にいたという。そうですね。なるほど、ありがとうございます。そうですね、こうアスリートが悩んでることって言うなら、こうアスリートじゃない方もね同様に悩んでいたりもするので、まさしくで 81% が群れ群れ悩んでいました。さすがです。ありがとうございますよし、残り2つ。いくんですね。いきますよ。いきます、いきます。生理用品が擦れて、また擦れとか言ってる。はい、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 わかる。あのですね、めちゃくちゃわかるんですけど、その回答は多分皆さん、蒸れるに入れてます。そう、めちゃくちゃ集まったよね、その声も。そう、生理用品が蒸れで、擦れてしまう、かぶれてしまうとかですよね、きっと。肌と後で擦れちゃうんですよね。そうすると、かぶれちゃうんだよね。そう、かぶれちゃうって声めちゃくちゃ集まってました。あの、外れてはいるんですけど合ってるという意味でちょっと皆さん拍手ないですね、含んでるからね本当に多かったよね、すごい。そしたらちょっとラスト1人だけ聞いて
が、はい、取れ落ちる落ちると、取れ落ちると、もう一つはブレる、ズレる、漏れるで、落ちるが実は 7% で、はい、ラストもう一個 29% か、答え言っちゃう、出しちゃいましょうか。じゃあ言っちゃいますね。はい、はい、皆さんありがとうございます。お答えいただいてバン、はい、答えはこんな感じです。ニオンが、そうなんですよ、 29% ニオンでしたですね。これ例えばラグビー選手の方だとスクラム組むじゃないですか。でスクラムっていうのは腰股の間に顔を入れるんですけど、なんかこう軽血の匂い確かにあるんですよね。この血の生臭い匂いがあるのでスクラム組むときに匂うんじゃないかってすごい心配になるとか、なんかそういう声をいただいていたりもしましたし、あとあの最後にあれ落ちるですね、 7% ってことは、まあ、単純計算ってだいたい50前後ですかね、の数の方が、まあ、私と同様にナプキン落としてしまったっていう経験があったりとか、その特別なことではないんですよね。そんな感じで、まあ、自分たちもこうやって調査をしてますけど、まあ、やっぱりアスリートって生理用品との相性すごく悪いし、みんな何かしらに悩んでるんだよねっていう調査結果が出ていたりもしますね。では次に行きたいと思います。はい、これもあの皆さんの事前アンケートからいただいたところなんですけど、さっきも話にあったナプキンがずれてパンツに経血がついてしまったことがあるという経験のところを話していただきました。これは実際に今日参加者の方の中からのアンケートでいただいた声だったりとか、うん、あとは次ですね、はい、さっきあの漏れるっていう回答もありましたけど、その白いユニフォームの部活の方だと白いユニフォーム、出てしまった時にやっぱりすごい経血がついて恥ずかしかったよねとか、うん、それによってこの方の場合はコーナーキック、コーナーキックってまさか端っこでコーナーキックというなんだ技があるんですけど、はい、そのコーナーキックを蹴る時に相手ベンチが背中にあったので本当に恥ずかしくてうまく蹴れなかったり集中できなかったっていう声があるように、本当にこう生理用品の悩みによってなんかこうパフォーマンスが下がってしまったよっていう声が実際に届いていたりとか、あとは先ほどもあのお答えいただいた通りで、夏場は特にナプキンが濡れて肌が荒れてしまう、肌が荒れてしまうと走り方がちょっと変になっちゃったりとして、それこそパフォーマンスに直に影響がありましたよっていう声が届いていたり、そういった声が実際にもうアスリートの方から届いていましたよというご紹介になります。はい、はいはいはい、でここでちょっと急な質問がパーンと出てきたんですけど、ちょっと視点を変えてこの質問を皆さんに投げかけてみたいなというふうに思ってます。生理があるのは女性だけということを聞いて、なんか違和感持つなみたいな方っていらっしゃるのかなっていうのを聞きたかったんですが、ちょっと手を挙げてもらいましょうか。そうですね、これは私たちも実際にプロダクトを作りながらいろんなところで聞いて回ってるんですけど、生理があるのは女性だけだよねってことはいろんな方から言われますし、このパンツを作るときも実際にこう一緒に作ろうとしたメーカーさんも同じようなことをお話しされてたもしたんですけど、この一文に何か違和感を感じる方いらっしゃいますかという質問と、感じるとしたらどの部分に違和感を抱きますかという質問です。生理があるのは女性だけ、なんか違和感あるなって思う方いらっしゃったらぜひ手を挙げていただけたら嬉しいです。そうですね、あのまさしく今日私たちがお伝えしたかったことは皆さんがお話ししていただいたことで、多分ほとんどの人が西村さんが最初におっしゃってくださったように、生理があるのって女性だよねって言われても違和感ないと思うんですよね。そりゃそうだろうとなるかなというふうに思うんですけど、先ほどバレー部のキャプテンの方にお話ししていただいた通りで、本当に女性だけなのってところをまず私たちは問いたいなと思っています。それなぜかって言えば、例えば内山であればね、お政治人が女性ではなく男性であったりとか、私もお政治人女性ではないので、もう女性だけって言われるといやそうじゃないよねっていうふうに思っていて、生理がある男性もいる、逆を言えば生理がない女性、先ほどおっしゃっていただいた通りでもいますよねと。それどういうことかっていうと、例えば子宮を取る手術をして生理が来ていない女性だっているわけだし、そうやって生理イコール女性っていうのが多分世の中の一般的な考え方だと思うんですけど、いやそうじゃなくて生理がある男性もいれば生理がない女性もいますよねっていうところを私たちはこう今一度伝えたいなという。はい、なのでちょっとあえてこの質問をぶっ込ませていただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。し、あれですよね、きっと龍谷大学さんも、あの置いてる生理用品をこうアプリを使うと無料で受け取れるシステムも多分大学内で使用されてるかなと思いますけど、男子トイレにも置
かれてるという話をお聞きしたんですが、それってもしよかったらなんかどういう意図で置かれてるのかってお話できたりしますか？あ、もうまさに、お二人のサイトとか取材のニュースを見て、あ、これはダンストーリーにもお金はと、はい、思った次第でございます。はい、ありがとうございます、はい、私たちも知り合い友人にトランス男性、生まれた時は女性として性を割り当てられたけれども、いわゆる男性自認で生きている友人とか知人がいるんですけど、その子たちが性別移行する中で男子トイレを使っている場面もあるんですよね。そういった時にそれでもやっぱり困る生理が来るので、生理用品を使わなければいけないけれども、やっぱ男子トイレって生理がない人たちだと思われているので、生理を捨てるためのボックスがなかったり、生理用品を捨てるためのボックスがなかったりとか、それこそオイテルさんみたいに生理用品が必要だと思っても助けを求める場所がなかったりとか、なんかそういう悩みを抱えている友人もたくさんいるので、本当に龍谷大学さんのね、そのトイレもすごく素晴らしいなという素敵だよね、はい、見ていました。はい、はい、じゃあ次に行ってみたいと思います。はい、またまたちょっとグラフが出てきたんですが、左側がスポーツの時に履くパンツってどんなパンツ履いてますかってところ の、 シルエットの部分聞いてみたもので、もう一つ右側が生理の時に履くパンツってどうなりますかってところを聞いてみた私たちのアンケートなんですけれども、この白い部分を特に見てほしくて、左側スポーツする時にはボクサーパンツを履きたいと思って履いている方が227人の 41% いるんですが、生理の時に履くパンツになるとガクッと減って 26% になってしまうっていうところで、つまりここで何が言いたいかっていうと、スポーツするときにはボクサーパンツ履きたいのに、生理っていう風になった瞬間にボクサーパンツ履けてない人が、気に入ってるパンツ履けてない人がこんなにもいるよってところがちょっと伝えたくてこれを持ってきました。そうですね、先ほどの生理がある男性もいますよって話もちょっと通ずるところがあるんですけど、その自分が表現したいあり方、それがまあボクサーパンツの方が自分が表現したいあり方なのに、生理用品イコール女性というイメージが強くて、サニタリーグッズが可愛らしいデザインのものだったりとか、なんかこうショーツ型だったりとか、本当にそういうものだったらね、世の中すごく多いってなった時に、実はこうサニタリーショーツの上からボクサーパンツを履いて、その上からそのスポーツ用のスパッツを履いてユニフォームを履く、それでプレーをしている選手もいたりもするんですよね、というところもあって、こう私たちも実際にこのラクトを作る時は実はメンズのボクサーパンツ型で販売をしていたりもしますよというところで、ちょっとここだけ最後にというか、生理用品の話で最後に紹介させていただきたいなというふうに思っていますが、はい、では私たちの作った吸収型ボクサーパンツっていうのが2021年にクラウドファンディングでスタートしたんですが、こちらの商品になってます。で、クラウドファンディングで798人が支援してくれて、で617万円が集まって、今も販売を続けてるような感じになってます。で、履いた感じがこんな感じになるんですが、本当に今姉妹まだが説明してくれた通りで、メンズのボクサーのボディに中に吸水する布がついている形で、ぜひこの後ね、ちょっと触ってみてほしいなっていうふうに思うんですが、そんな感じで思っています。ですね、まあ、ここまでちょっと生理用品の話が長くなってしまったんですけれども、そういう意味でこう私たちがオプト、あとは株式会社レボルトとしてやってることって、もうスポーツ界からゲームチェンジャーを増やしていこうねっていうこと。でそれなんでかって言ったら、いや仕方がないってものを、いや私たちだったら変えていけるよねってメッセージを伝えるためのことを、このオプトというブランドを通してやっています。言うなら今日のこのエデュケーションその一つですね。でやっぱりこうアスリートと社会の、言うなら女性アスリートと社会を生きる女性の方たちの悩んでることとすごくリンクする部分が多いと思ってますし、特に女性、生理ですね、生理というテーマにおいては本当にたくさんの悩みがリンクしてるなと思います。先ほど青いシャツの方答えていただきましたけど、なんかこう一般というかアスリートではない方でもやっぱり生理用品には悩んでいるけれども、アスリートはより過酷な状況でそれに悩んでいたりとか、つまりはアスリートの生理に関する環境が変わっていけばいくほど、こう世の中で生理があることで悩んでいる人たちの環境も変わっていくんじゃないかなというふうに思っている。なので私たちはこの吸収型ボクサーパンツという、言うなら生理に関するテーマのプロダクトを通して、いや生理で今まで仕方がないと思ってたことって全然変えていけるよと、我慢したりとか諦めたら必要ないよねっていうメッセージを実は届けていますよという話を、この中間のタイミングでお伝えさせていただきたかったことですね。はい、ではここから生理に関するいただいた事前の質問にお答えしていきたいなというふうに思っています。はい、一つ目、これよく来る質問なんですけど、生理で悩んだ時の相談窓口は、これ大事なのでちょっと最初に持ってきました。
で私たちはこれ答えとしていつも答えていることは書いてある通りなんですけど、生理による心身の不調が見られた時は必ず産婦人科に行きましょうっていうところを伝えています。ここが本当に大事だよね。はい、そうですね。今日お話しさせていただくことも、もちろん私たちも普段生理に関するエデュケーションするときって実は専門家の方を一緒に連れて生理研修という形でこうプログラムを組んでいるんですけども、今日に関しては私たち2人が実際にこうアスリート、現役、あと元アスリートの視点から生理に関してどういうことを悩んできたのかとか、あとは他の友人のアスリートたちでどういうことを悩んできたのかっていう経験談をベースにお話しさせていただきたいなというふうに思っています。で、それを元に言うと、本当にこう例えばこういう症状があるんだけどどうしたらいいんですかとか、例えば経血量が多すぎるんですけどどうしたらいいんですかって質問に関しては、私たちから答えられることは絶対に産婦人科に行けってことでしかないんですよ。正直そういう悩みってもう悩みだってもう認識している時点で結構体は SOS を発信している状態なので、本当に産婦人科に行ってほしいなというふうに思っていますと、それを踏まえて今日この後の話も、本当にじゃあこう聞きながら自分もその症状があったなとか、自分の周りの選手もそういうこと悩んでたなっていう話がもしあったら、悩んでるんだったら産婦人科に行けというふうにぜひお伝えしてほしいなというふうに思いながら今日ここからの話もお話しさせていただきます。はい、なのでちょっとそのまま行きたいと思います。はい、こちらも事前にもらっていただいた質問なんですけど、過度な運動をすることによって周期が遅れたり止まったりすることがあるっていうふうに聞くんですが、その過度な運動と生理の向き合い方ってどんなものがありますかっていう質問をいただきました。これも本当にね、女性アスリートはすごく悩まれているところで、これは実際にオプトをやりながら私たちの近くにいるアスリートが話していたりとか経験してきたことをちょっと2つエピソードをご紹介させていただきたいなというふうに思うんですけど、1つ目がですね、パナソニックの陸上部さんのお話がすごく素敵な事例だったのでお伝えさせていただきたいなと思うんですが、陸上選手って無月経の方すごく多いんですよ。長距離の方ですね。なんでかっていうと、競技をしている時の消費カロリーがめちゃくちゃものすごいんですよね。で、消費カロリーが多くなると何が起きるかっていうと、体がエネルギー不足になるわけです。そうなると、体脂肪率がどんどん下がっていって、いわゆるこう生理を止めてしまうんですよね。体脂肪率が本当に下がってくると生理が止まってしまう、無月経という症状になってしまう。あとはその無月経によって体の中の栄養素が作られなくなって骨粗鬆症ですね、本当に骨がどんどんこう少なくなってしまうような症状が起きてしまうんですけど、それはエネルギー不足で体が危険を察知することによって起きる SOS の反応なんです。で、それに対してパナソニックの陸上部さんは、長距離選手としても選手生命を長くしたいし、本当にパフォーマンスを上げるためにもそういった女性アスリートの課題っていうのを解決しなきゃいけないよねということ、何をしてるかの話なんですけど、実は監督の方が選手にご飯を作ってるんですよ。でって感じだと思うんですけど、ただこうみんなにこう美味しいご飯食わしてやるぞって作ってる、それもそうなんですけど、ただそれが目的ではなくて、その日毎日毎日も練習メニューを決めてるわけですよね、監督さんは。それを実際に栄養士さんと相談して、じゃあ多分このメニューをするんだったらその日の消費カロリーこれぐらいになると思う、であればこれぐらいでエネルギーを必要だよねってことを監督と栄養士さんが実際に話をしている。で、その消費カロリーに合わせた食事を監督と栄養士さんが一緒に作って選手に提供をしている。それによって選手は無月経になったりとか骨粗鬆症になったりとかする前にちゃんとエネルギー不足にならない体を作れているっていう状態が、実はパナソニック陸上部さんはその食事を見直すということで選手の環境を整えていたりしますよというところですね。そうですね、監督とちゃんと管理栄養士の方がセットになってそこを2人でタッグ組んでやってるっていう話でしたよね。そうだったね、そうだからオプトとしてもパナソニック陸上部さんもすごいいい取り組みしてるよってことで、お話聞かせてくださいって時は監督と栄養士の方がセットでお話を、インタビューさせていただいて、しましたね。はい、で今ちょっと話したような事例が、実はアスリートと生理100人プロジェクトというものをオプトでやっていて、この左側ですね、これがパナソニックの陸上部の監督とマネージャーの栄養士の方との2人のインタビュー記事になっているので、ここもぜひ読んでいただけたら参考になるかなというふうに思ってます。はいですね、あとここ今パナソニック陸上部さんの例はある意味こう参考になる例としてお話しさせていただいたんですけど、この皆さんから右側かな、さあ新体操
違う、体操か、体操、体操選手で元日本代表の飯塚選手という方のお話なんですが、この選手の話がすごく、なんて言うんだろうな、あ、そういう選手もいるよねと私たちも危機感を感じた話だったので、ぜひご紹介させていただきたくて、体操選手もなんて言うんですか、小さくて軽いことがステータスなんですよね。なぜならこう機敏な動きをしたりとかするときに大きい体よりも小さい体の方がいいというふうに、暗黙の了解されている業界だからです。で、この飯塚選手は本当に日本代表として活躍されていて、言うならみんながこれからだよねって思ってる時に引退をされたんですけど、それなんで引退されたかっていうと、拒食症だったんです。食事が取れてなかった、食べても入っちゃう。で、それがなんで起きてしまったかっていうと、小学生の頃から過酷なダイエットを体操の監督とかコーチにさせられてたんです。なぜなら大きくなってほしくないから、身長が伸びてほしくないからだし、周りもこう いわゆる一人前って言われる体操選手たちも、もう食べずに大きくならずにでもストイックに練習をすることが立派な体操選手であるっていうステータスがあったから、本人もずっとそれを信じて競技を続けてきて、実際に代表レベルまでになったけども、その裏側では実は体を壊していて拒食症になっていて、で、引退後に実際に産婦人科に行ったら、あなた本当にこう妊娠する、将来子供が欲しいと思ってるんだったら本当に危険な状態ですよっていうふうに言われて、そこで初めて自分の人生を考え直したっていう話をされてたんですね。もしかしたらこの体操選手の例はすごく極端というか、業界を通してそういう空気になってしまっているっていうのが極端かもしれないですけど、やっぱりこう私たちもサッカーやってる中で、なんかこう言うなら体格がいい選手より細い選手が走れるだろうとか、そういうふうにね言われてこう過度なダイエットをしてしまうみたいなこともありましたし、あとこれは私の個人的な話にはなってしまうんですけど、無月経でになると何が起きるかっていうと、無月経3ヶ月以上続くと疲労骨折のリスクが上がるんですよ。で、さっきダイエットの話もありましたけど、実は私も大学3年生の時に1年間でだいたい7、8キロ一気にバーンと痩せるっていうことがあったんですね。で、それなんでかっていうと、2つ理由があった。一つは大学1年生の時に環境がすごい、高校から大学で実家から一人暮らしに変わったことによって実は体重10キロぐらい増えたんですよ。で、別に受けてないわけではなかったんですけど、なんかこう動きが確かに良くないなと思ったから、まずちょっと痩せてみようかなと思ったっていうのが一つで、もう一つは生理が本当に嫌だったんですよ。私自分に生理が来るっていうことが本当に嫌 でなんかこう調べてみたら、生理体脂肪率がそれこそ 15% ぐらい減ると来なくなりますって書いてあったわけです。でだったら今ちょうど痩せたいと思ってるし、なんか体脂肪率低い方が走れそうだし、ちょっとダイエットしてみようと思って大学3年生の頃に一気にそれ体重を落としたんです。で、実際何が起きたかといえば、体脂肪率も本当にその時 15% 前後ずっと保育していたし、まあ、言うならみんなでも痩せたねっていうふうに言われて、で自分でも体感的にはすごく走れるわけです。なんか細くなってなんか体軽くなったみたいな、ですごいパフォーマンスも良くなってきたし、自分の生理も止まったし最高だなって思ってたんですけど、まあ、その体脂肪率 15% が3ヶ月目ぐらいですかね、違うの違って夏に痩せたでしょう、半年後ですね、1月ぐらいですね、8月に一気に痩せて、そこから半年ぐらい経った時になんか寝てて、練習終わって寝てふって起きた、この寝起きにめちゃくちゃこの左のすねが痛かったんですよ。なんかそれこそ立つことが痛いぐらい痛い日があって、別に誰かに蹴られたわけでもないしおかしいなって思ってたから病院に行ったわけです、整形外科。そしたらすぐにレントゲンしてもらって疲労骨折してたんですよね。で、その先生に何か思い当たる節あるって言われて、蹴られたりとかなんかそういうことあったと言われたんで、全然そんなの思い当たらない、それ生理来てるって言われたんですよ。で、全然来てないですと、半年ぐらい生理来てないですって言ったら、それだねって言われたんです。生理が来てないってことはあなたの体の SOS なんだから、ちゃんと考えなきゃいけないし、生理がもう一回来る体にしちゃダメだよ、本当にパフォーマンスを上げていきたいとか選手生命を伸ばしていきたいんだったら、ちゃんと食事をとって、ちゃんと自分の体脂肪率も過度に低くしたりするんじゃなくて、ちゃんとこうバランスを保ちながら食事をとってパフォーマンスを上げていくことが一番大事なんだよって言われた時に、初めて生理ってその
そんな大事な話だったんだって。で、私自身も知る。つまりは1回痛い目を見てから私はそれに気づいたタイプなんですけど、まあ、そういうふうにすみません話がなくなってしまったんですが、本当にこう生理の周期が遅れたりとか止まったりすることで本当にアスリートの体にとっては良くないことが起きるし、そのためにこう向き合うってことも実は大切なことなんですよねというエピソードでした。はいはい、本当にそういったこう疲労骨折みたいな最悪の事態が起きてから気づくんじゃなくて、その前にも絶対に SOS サインって出てるはずなので、そこにいかに気づけるかとか周りの環境であったりとかってところも含めて見ていけるといいんだろうなっていうふうに思いますね。ですね。なんかもう第三者からね、きっと、いや生理来てないんだったらちゃんと食事向き直った向き合った方がいいよとか、その体脂肪率がめちゃくちゃ下がった時点でね、言われてればよかったんですけど、私はダイエット一人でやっていたので、そういう意味ではこうチームとして体脂肪率とか体重とかを常に記録するような仕組みがあったら、もしかしたらこう誰かに気づいてもらえてたのかなっていうふうに思っていたりもしますね。はい、では次行ってみます。アスリートならではの生理の悩みはありますか？ありますよね、これも。そうですね。はい、ちょっと見ていきたいと思います。これあの国立スポーツ科学センター JIS の方で出しているデータなんですけれども、これアスリート の生理による悩みっていうところで、あ、生理の悩み、そうですね、っていうところでこんな感じになっています。でちょっとよく見ていくと、一番多いところがこの下腹部痛、いわゆるお腹痛いっていう、あと並んで多いのは腰痛ですね、腰痛いよっていうところとか、あとあんまり気づかれないところもあったりするんですけども、精神的問題っていうところとか、体重が急に増えるみたいな話もあったりしますね。あとはこう乳房痛って形で胸が痛いみたいなところがあったりとか、体がなんかむくんじゃうなとか、あとは頭痛とかっていうところもあったりっていう感じですよね。うん、でもなんか私正直このデータ見ると分かる分かるしかないそうっすよね。本当にそれこそまあこの中で言えば下腹部痛ですね、まあ、生理痛っていうふうに言われたりもしますけど、私はもう生理痛すごいひどいタイプで、本当にひどい時はもう練習に行けないぐらいですね。ずっとこうベッドに寝て、あ、今日動けないって思う、お腹が痛すぎてって思うこともありますし、あとはここで行くとそれこそ体重増加とか、なんかこう生理前になるとすごい結構なんか甘いものそんな好きじゃないタイプなんですけど、甘いものばっか食べちゃって、なんかこう体がすごいむくんじゃう、いつもと違うものを食べるから意味が出るとか、そういうこともありますし、なんかね、なんていうんですかね、いつもと違う、いつもパフォーマンスがこう最高だっていうのがここだとしたら、生理の時になって一気にその最高じゃない状態になってしまうっていうのは、個人的にもずっと悩み続けていたことですね。うん、そうですね。逆に内山はね、そういう悩みがなかった人なんです。そうなんです。そう、今島山がこんだけ辛いみたいな話をしてるんですけど、逆に内山の方、現役時代でも生理痛が全くないっていう、幸せなタイプで、それぐらいに本当に生理のことって全然人によって違うんですよね。だからこう一概にて全員が全員これに当てはまるっていう話じゃなくて、自分みたいにもう全く大丈夫、お腹も痛くならないし、精神的にも全然元気だしみたいなタイプもいたりするから、本当に生理のことってちゃんとこう向き合っていく必要性ってあるんだよなって、改めて島山の話を見て、うわぁ大変だなっていうのが気づかされた、マジかって。でもそう周りにね、やっぱりチームメイトとかだと本当に今日練習休んじゃった生理痛でみたいに言ってて、あ、そっかって思ってたんだけど、こんなにも個体差があるっていうところだよね。そうね。ですし、まあこういうね、生理の話をすることになったら、もうプロダクトを作るってなってから、うちは実際どうよみたいな話をするようになったんですけど、なんかやっぱり私も自分の生理痛がひどいことに内山の話聞いてから気づいたんですよ。みんな生理痛ってあるんじゃないのみたいな。逆にこいつが、いや自分そんなことなったことないよみたいな、もう平気な顔で言うもんだから、あ、自分ってそんなひどかったんだっていうのを人と話して初めて気がついたんですよ。逆を言うと今までそれ気づく場がなかったんですよね、自分がひどいってことに。だから本当にこう生理の話って誰かとすることで初めて自分の状態に気がつくことってあるなっていうふうに思ったりもしますね。だからこそ話せる環境みたいなところを作るっていうのが大事だったですね。めちゃくちゃ大事だと思います。はい、じゃあ次行ってみましょう。生理でパフォーマンスは下がるんですかっていう質問と、あともう一つが、生理の時は練習や試合のモチベーションやメンタルに影響がありますか、その場合はどのように対処されてますかっていう質問がありました。はい、で次ちょっとデータまたで見てみようと思うんですけど、トップアスリートに聞いた質問で、まあ、生理の周期とコンディション関連性ありますかっていうところの質問に対して、トップアスリートの 91% が何かしらコンディションへの影響を感じているよっていうふうに答えてる、ほとんど全員っていうことですよね。
そうですね、多分私も同じような質問されたらもう間違いなくここに関連がありますというふうに答えていると思いますし、あとは先ほどのそのグラフでいくと精神的問題っていうところも実は一つの項目としてあったんですけど、私たちの友人で陸上の中村瑞希さんっていう選手、今も引退されてしまった方がいらっしゃるんですが、その方に前お話聞いたときは月経前症候群って聞いたことありますよ。この月経前の時期になると精神的にこうイライラしたりとか、こういつもというような精神状態が違う状態になってしまうと、月経前症候群っていうふうに呼ばれますんですけど、その方はもうそのイライラすること、生理によって自分がイライラしてしまうことが本当にコンディションに影響があると思っていて、でそれまでってその月経前症候群って言葉を知る前はただ自分の性格の問題だって思ったらしいんですよ。なんか知んないけどチームメイトにイライラして当たっちゃうみたいな、でそうやってこうチームメイトと喧嘩しちゃう自分も嫌とかいうふうに思っていたけれども、実際に産婦人科に行ってちょっと生理と別無月経の話で産婦人科に行ったら、もしかしてそのイライラする症状生理によるものなのかもしれないよと言われて、で実際にこうピルを飲んだりとか、あとはまあイライラしてしまうことを実は生理前なんですごいイライラしちゃうから、なんか私もしかしたら強かったらごめんねっていうふうにチームメイトと話すようになったら、なんかこうチームメイトも、まあ、瑞希って今そういう時期なのかなっていうふうに距離を逆に置いてくれて助かったとかね、そういう話があったりもしていて、やっぱりこうコンディションへの影響って、こう私みたいに生理痛でお腹が痛くなってコンディションが良くないってこともあれば、なんかこう精神的メンタル的にイライラしていつもと違う精神状態になってしまうとか、そういう理由でコンディションへの影響があるなというふうに感じている選手もいますよという話ですね。はい、そのイライラが本当に何によって引き起こされているのかって分からない状態ってすごいモヤモヤすると思うんですけど、できない、そう、だからこの中村選手のように分かった瞬間に本当に楽になったっていうね、すごい表情がほっていう感じでね話してくれたよね。はい、そうですね、というところがありました。はい、はい、次いきます。よし、ピルの使用による競技への影響ってありますかっていうところですね。皆さんピルってご存知かな。ピル聞いたことありますか。そうですね、今中村選手がピルを飲んでからその自分の精神状態が落ち着いたみたいな話もさせていただいたんですけど、アスリートがじゃあ実際に例えば生理痛がすごくひどいとか月経前症候群が起きるとなった時の一つのある意味対処法としてはピルを、まあ、処方するっていうのも一つの解決策になるんですが、実際にねこうピルの話をするといろんなそれこそアスリートとかアスリートの保護者の方からピルって本当に大丈夫なのってすごい言われるんですよ。まあ、それこそなんかピルってこれまでの時代避妊のために飲むものだから言うならそんな、なんかもうそんなもの飲んじゃいけませんっていう保護者の方がいらっしゃったりとか、あとこう私のチームメイトにピルの話をしたらピルって飲んだ瞬間にもう妊娠できなくなるんじゃないのって言ってるアスリートに対して、いやそんなことないよと、本当にこう一時的に経血を止める薬であって一生来ないわけじゃないよ、つまり無賃ですよねピルに関してっていう子もいたりもするので、なかなかこうまだ日本だとピルを飲むことが一つの解決方法として正しいんだよということが知られてない状態があるかなというふうに思います。ちょっと下山からベラベラしゃべっちゃって申し訳ないんですけど、まあ、なぜこんなに私がピルに対して説明しているかというと実際にピルを飲んだ経験があるからなんですよね。で私の場合は2種類ピルを飲んだことがあって、1種類はジェミーナって呼ばれる3ヶ月間ピルを飲み続けると生理が3ヶ月間来なくなるっていう薬です。なのでリーグ戦が例えば4月から11月まであるんですけど、本当にこうリーグ戦4月、5月、6月来なくして7月の中断期間を生理をさせて8、9、10生理を止めるとすると、言うなら試合に1回もかぶんなくていいの生理が、すごく気持ち的にも楽だったなというふうに思いますし、あともうピルの副作用としてはなんかむくんじゃうとか吐き気があるとかそういった副作用もあるんですけど、ジェミーナは私は1回も副作用が来ませんでした。で逆に2つ目のピル、違うピルは1ヶ月その経血量を減らすことだけを目的に、つまり生理痛を少し軽減することを目的に飲んだピルは私は体が合わなかったんですよ。で何が起きたかっていうと足がもうサッカーソックスが入んないぐらいむくんじゃって、相当なんですね。そうめちゃくちゃ辛かったんだけど、まあ、でもなんか慣れますよっていうふうに産婦人科の先生に言われてたから、まあ、我慢したりしてくればリーグ期間とか嫌じゃんね、サッカーソックスが上がらないとか足がだるいとか、なんで、まあ、2ヶ月目ぐらいでちょっと諦めてやめてしまったんですけど、まあ、何が言いたいかっていうと本当にピルっていろんな種類があるんですけど人によってはこう合う合わないもあるわけです。
でよくあるのがピルス、私が例えば勧めて始めたチームメイトがなんか薬合わなかったからやっぱりやめちゃったというアスリートもいたりしたんですけど、そういう場合は他の薬にすることで合う可能性もありますし、ピルを飲むこと自体がなんか1種類ダメだったから別にそれがダメってわけでもないので、それは随時産婦人科の先生の方と相談するのがおすすめですよという、はい、ところです。そうだよね、その島山が飲んだ2つの種類だけじゃなくて本当にピルもねたくさんの種類があると思うから、そこに対してちゃんと正しい知識を持った上で産婦人科に行って処方してもらうっていうところが大事になるし、やっぱりこういう正しい知識を学ぶ場所がないから、なんかこう薬って怖いものみたいな固定観念のもと、ね、もう拒否しちゃうみたいなことがあると思うんですけど、ちゃんとこういった選択肢も一つの頭の中一つの選択肢として入れながら考えるともっと楽になるのになって思うことで、本当にあるよね、うん、はい、では次いきます。